イーテル特撮工房イエーイつみです。さきさんです。さちゃです。ということで本日は仮面ライダー01-43話の感想を話していきたいと思いまーす。はい、前回、うん、アークワになってしまったね、うん、アルトがね、今週もまあねちょっと悲しいですが、うん、いろんな争いを起こしてしまうんですけども、うん、そんな43話の感想をね話していきましょう。はい、どうですか。なんかねそのアークになったアルトを止めるために出動する、うんうん、バルキー、バルカンとあとサウザー課長大事ですからね。そう、課長の初出動みたいな感じでね、うんうんうん、戦うんですけど、そう戦ううちにサザドライバーを取られて、うん、で潰されちゃうっていうところが、うん、私なんかさその時にさすごい課長がすごい悲しそうな顔するんですよな。そうでなんかはぁさやな、なくなっちゃうよな、うんってすごいなんか一緒に悲しくなっちゃったそうなんやな。今後変身とかどうするんやろな、まあ、確かに新しいの作るのか、うん、なんかでもさみんなその02とかが進化していってるやんか、うん、だから2000になるとかあそういう進化を遂げる通算さんどういったそういうこと2000ちょっと出さない。でもでもあるかもしれへんな、かもじゃん。よしさ、あのさ、うん、フワさんとヤイバさんもな、うん、なんかチップを、ね、のデータを消去されて変身できなくなったみたいな、うん、なってて、うん、どうなるんでしょう、どうなるんでしょうかね。なんかそのチップなく変身できるようになったらいいね。ああそうやな、確かに確かに、うんうん、滅亡人類としてはさ滅びを止めないとさ、うん、結構あれな感じで、ヨタガキさん、この間からいるヨタガキさんとジンの会話の中で、うん、そのアークはアルト一人とは限らないみたいな、うん、でそのなんかアークのキーがさいっぱい並んでる描写みたいなのがあってさ、うんうん、確かに。今後もしさそのアークがいっぱい増えたとしたらさ、今アーク0アーク1ってなってるからさ、うん、2とか3とかになっていくんかなとか、うん、でもそんなあんな強いさアークがさいっぱい出てきたらもうマジで太刀打ちできひんくなるからさ、こっちももっと強化していかないとってなったりどうなるんかなっていうのは。確かに、うん、やっぱ2000かな2000かな。え、でもさその、うん、言うたらまあ最後ら辺で、うん、その滅びとアルト、うん、アルトっていうかまあアークワンがこうね対決というかこうして、で最終的にはまあそのアークワンの必殺技をこう滅びが食らいそうになってまあジンが助けに入って、まあジンが今回は破壊されてしまうっていう感じやったけど、で最後の最後にさそのアズがまた出てきてそのプログライズキーをこう差し出したやんか、うん、キュイーンみたいな。そうだけどそれって、うん、多分まあそれで変身したとしてもさ、うん、アーク対アークやん。そうやな、だからアーク対人類っていうよりこの悪意同士で戦っていくんかなって思った。だって、うん、結局さアルトもさフワさんとかのことは攻撃せへんかったやん、攻撃っていうか、うんうんうん、倒さへんかったから、うん、悪意に対するこう悪意がこう生まれていって、もうアーク同士で戦うんかなと、うん、どのアークが最強かで、そうさ次回予告でさいつものセリフの、そう、うん、お前を止められるの、そう、うん、え戻ったんかなかなっていうワクワクもありますね。ありますね、うん、どうなるんやろうな。なんかまださ、うん、なんかバルカンがさまたなんか違うフォームっていうかさ、うんうん、今まで見てなかったフォームになってたりさ、うん、その予告で、うん、あと滅びのドライバーがなんかゼロワンドライバーにフォースライザーのあれかぶせたみたいになってたり、うんうん、なんかまだいろいろ変化がありそうな、そうで楽しみですね、うん、いやしかもジンももういなくなってしまったやんか、うん、復活するんかな。え、でもジンはさデータあるんじゃない。確かに2回目やな。もともとさそのヨタガキさんが復元させたんやんな、うん、なんかぽい感じで言ってたな、うん、あ、じゃあまだいけそうジンはワンチャン帰ってこれそう、うん、これそう、うん、でもそのイズのさデータは復元できないっていうのをシェスタも言ってたやんか、うんうんうん、もうどうするんですかね、うん、もうイズ見られへんのかな。いやそれはもう一回作るという、あー一から一から、もうデータの残ってないイズとして、うん、もう一回ね、あー、うん、あるかもしれないな、うん、でもどんな形でもイズはちょっと戻ってきてほしいなと思います、うん、ということで43話の感想を話していったんですけども、もうあとね44、45と、残り少ない。いやぜひねハッピーエンドを迎えてほしいなと思います、うん、次回も
お楽しみに。バイバーイ。